よし。待て、誰かいる。聖号騎士。そんなところに立っていないで入ってきたまえ、囚人君たち。さすがに我が師アリス様は軽眼であることよ。囚人の脱走という万に一つの事態を見事に予期なさるのだから。アリス様、我が師。もちろんすぐに地下牢に戻ってもらうが、その前に少々厳しいお仕置きが必要だな。君たちも覚悟の上だろうね。ならもちろんあんたも俺たちが無抵抗にお仕置きを受けるとは思ってないよな。威勢がいいね。まだ学院を卒業もしていないひよこだと聞いていたけど、大したものだ。その空元気に敬意を表して、君たちの天命を残り一滴まで減らす前に名乗っておこう。私は聖号騎士エルドリエ・シンセシス31。ほんの一月前に天界より召喚されたばかりで、未だ統括地もない若輩だが、そこはお許し願おうかな。戦うぞ。俺が先に相手するから、勇者は合図を待ってくれ。うん。でもキリト、僕もう迷ってる場合じゃないんだ。あいつに勝てなきゃとてもカセドラルは登れないぞ。いや、迷ってるわけじゃなくて、僕あいつの名前、後にしよう。了解。だけど無理はするなよキリト。なるほど。剣もなしにどうするのかと思っていたが、その鎖を武器にするつもりか。これなら少しは戦いがましい戦いを期待できそうかな。ならば私も剣ではなくこちらを使うとしよう。それでは氷教会と禁忌目録に背いた挙句、牢破りまでしたその覚悟に敬意を表して、最初から全力で相手をさせてもらうよ。最初から全力で相手をさせてもらうよ。さあ、少しは私を楽しませてくれ。きっと勝てる。最初から全力で。せっ、余裕だな。えっ、よっ、
アリス様が警戒するわけだな。型も何もない攻めだが、それゆえに私の予測を上回るか。よもや記憶解放の奥義まで使うことになるとはね。記憶？あなたこそやっぱりさすがだ、聖護騎士殿。この状況で感心している場合か。やっぱりってどういう意味だ。僕最初からどこかで聞いた名前だと思ってたんだ。さっきようやく思い出した。この人はね、きっと今年のノーランガルス北帝国第一代表剣士、そして四帝国統一大会の優勝者、エルドリエ・ウールス・ブルーグだよ。私が北帝国代表剣士、エルドリエ・ウールス・ブルーグ。その通りです。学院の掲示板に確かに書いてありました。紫の髪の美女婦で流麗極まる剣術で全ての試合を一本勝ちしたって。違う、私は聖護騎士エルドリエ神聖室31だ。知らぬ、ウールス・ブルーグなどという名は。でもあんただって生まれた時から聖護騎士だったわけじゃないだろ。騎士に任命される前はそういう名前だったんじゃないのか。知らん、私は知らん。私は最高司祭アドミニストレーター様の招きを受け、聖護騎士として天界よりこの地に召喚され。エルドリアについて他に知っていることはないか。何でもいいからこいつの記憶をもっと呼び覚ますんだ。エルドリア、あなたは帝国騎士団将軍エシドル・ウールス・ブルーグの息子だ。母親の名前は確かアルメラ。そう、アルメラだ。そうだ、思い出せ全部。罪人よ、騎士31から離れろ。高貴ある聖護騎士、堕落のいざないを試み立つ、もはや許せん。獅子を射抜いてから牢に叩き返してくれるわ。走れ。ここはもうセントラルカセドラルの内部なのか。そうであるとも言えるし、違うとも言えるな。わしが本来の扉を消去したゆえ、この大図書室はカセドラル内部に存在するが、何者も入ってくることはできない。わしが招かない限りはな。大図書室。うむ、ここにはこの世界が創造された時よりのあらゆる歴史の記録と天地万物の構造式、そしてお主たちが神聖術と呼ぶシステムコマンドの全てが収められておる。あんたは一体誰なんだ。わしの名はカーディナル。かつては世界の調整者であり、
今はこの大図書室のただ一人の司書じゃ。あらゆる歴史、四帝国の建国以来の年代記が全部ここにあるんですか。どうじゃな、読みたければ書家の本も読んでもよいぞ。どれでもいくらでもな。少し休んで作戦を練り直そうぜ。どうやらここは安全な場所みたいだしさ。賢明じゃな。さてお主ら、右手を出せ。ああ、すごい。ありがとう。うむ、あの階段から先が歴史の回廊じゃ。ありがとうございます。それでは少し失礼します。ここにある創世記は氷教会の最高司祭が口述して筆記官に書き取らせた創作物ではあるがな、残念ながら。じゃあやっぱりこの世界に神様は実在しないのか。ステーシアもソルスもテラリアもベクタも。オラン、アンダーワールドの民が信じている神話は教会が支配権を確立するために作り広めたものに過ぎん。神たちの名は緊急措置用の最高権限アカウントとして登録はされているが、外の人間がそれでログインしたことは一度もないよ。あんたはアンダーワールドの住人じゃないんだな。この世界の外側、システムの管理者たちに近しい存在だ。うむ、そしてそれはお主もじゃな、無登録民キリトよ。ああそうだ、アンダーワールドを作った者たちの名はラース、 RATH。 そうだな。いかにも。そしてあんたはカーディナルシステム、仮想世界を制御するための自律型プログラムだ。ほう、それを知っているか。あちら側でわしの同類と接触したことがあるのか。まあな、でも俺の知る限りカーディナルシステムにそんな擬人化インターフェースは組み込まれてはいなかった。一体あんたはどういう存在なんだ。この場所で何をしているんだ。それではこの世界についてお主に話すことにしよう。随分と長い話にはなるがな、このアンダーワールドはある目的を持って外部のものによって作られた箱庭、人工世界じゃ。原初わしがまだ意識を持たぬ管理者だった頃、現実世界から4人の人間がこの土地に降り立ち、人工フラクトライトの子供を育てたのじゃ。その際に後の禁忌目録の礎となった善悪の倫理観が教えられた。原初の4人、つまりこの世界を作ったラースの研究員たちか。うむ、じゃがおそらくその原初の4人の中に知性に秀でていても善ならざる者が一人だけ存在したのだ。そやつがいわば汚染したのさ。その結果子に所有欲や支配欲といった利己的な欲望を伝えてしまった。その子供が祖先となったのだ。今の人界を支配する貴族や皇族、そして氷教会の上級司祭たちの名。この世界を支配しているのは最高司祭アドミニストレーター。彼女が禁忌目録を作成し民を支配している。かの女が現在のこの永遠に停滞した世界の支配者といえよう。また外部との連絡手段を持つものである。順に話そう。氷教会という絶対統治機関が作られたのはおよそ350年前のことじゃ。原初の4人のログアウトから数十年後、住人たちはすでに数人の領主に支配されていた。ある時反目していた領主家の間で政略結婚のようなことが初めて行われ、一人の女の赤子が生まれたのじゃ。天使のような可愛らしい容姿と全フラクトライトの中でも最大級の利己心を併せ持った赤子がな。名をクイネラという。
後にアドミニストレータと名乗るクイネラという少女は神聖術の修練という天職を与えられ、神聖術つまりシステムコマンドの解析を始めた。クイネラはわずか11歳の時に無害な金飛び狐に攻撃術を試し撃ちし、権限上昇の仕組みを発見したのじゃ。やがてクイネラは夜ごと家を抜け出し、家族や村人に隠れて殺戮を続けたのじゃ。クイネラの権限レベルは際限なく上昇を続けた。同時にコマンドの解析も着実に進み、彼女は天命回復や天候予測といった当時の民にとっては奇跡にも等しい数々の術を操れるようになった。そして神の申し子と信じられ、セントリア民たちに崇め奉られたクイネラは、神のために祈る場所が必要だと告げ、すぐに村の中央に白大理石の塔が建てられた。それこそがこのセントラルカセドラルの原型よ。そして同時に氷教会350年の歴史の端緒じゃ。禁忌目録を生み出したのはこの世界を支配する氷教会の最高司祭アドミニストレータじゃよ。それでもあの女が禁忌目録を生み出した理由は決して道徳心のためなどではない。クイネラの支配体制は盤石となりつつあり、人口は増加し、人々の居住地域も拡大していった。じゃが己の目が届かぬ部分が出てくると、クイネラは不安になったのじゃな。辺境の地で自分と同じように神聖術行使権限の秘密に気づく者が現れるのではないかと。そこで彼女はあらゆる人間を確実に支配するために明文化された法を作ることにしたのじゃ。第一項には氷教会への忠誠を書き、第二項に殺人行為の禁止を記した。なぜか、無論人間を殺せば殺した者の権限レベルが上昇してしまうからじゃ。禁忌目録を配布し、氷教会の支配を絶対的なものにしたクイネラだったが、求めたのはさらなる権限、さらなる秘跡、己に与えられた最後にして絶対の限界、天命すらも超越するほどのな。そしてついにクイネラは手に入れたのじゃ。この世界に存在するシステムコマンドの一覧をな。掩体やコマンドリストの呼び出しに成功したクイネラは、まず自分の権限を最上位にまで引き上げた。カーディナルシステムのみが持つ権限のすべてを己に付与していったのじゃ。地形や建築物の操作、アイテムの生成、そして天命の操作までもな。天命の操作、それはつまり寿命の限界を突破できるということよ。クイネラは天命値を全回復させ、天命の自然現象を停止させ、さらに陽子の回復を行った。アドミニストレーターはなぜ氷教会を作り人界の支配を目論んだんだ。もともとは彼女の持つ世界で最も利己的な意志と際限のない支配欲に駆られているだけだった。じゃがその欲望ゆえに、奴は自分と同等の権限を持つ存在すらも許せなかったのじゃ。それはカーディナルシステムそのもののことか。しかり。じゃがいかに神聖術には長けようと、所詮クイネラは科学文明とは縁なきアンダーワールド人じゃ。クイネラはカーディナルシステムそのものを己に取り込もうとし、その結果カーディナルシステムの基本命令を己のフラクトライトに書き換え不可能な行動原理として焼き付けてしまった。権限レベルだけを奪うつもりがカーディナルと自らの魂を融合させてしまったのじゃ。カーディナルの基本命令ってのは具体的には何なんだ。秩序の維持じゃ。その命令を魂に書き込まれたクイネラは混沌し、一昼夜眠り続けてから覚醒した。その時にはもう彼女はあらゆる意味で人間ではなくなっておった。老いもせず、水も飲まず、パンも食わず、欲するのは己が支配する人界を今のまま永遠に保つことのみ。クイネラがアドミニストレーターとなってから70年後、
彼女は己に何らかの異変が起きたことを自覚した。睡眠時以外でも短時間意識が途絶したり、数日前の記憶が再生できなかったり、何より完璧に暗記しておるはずのシステムコマンドを即座に思い出せなくなるという感化できぬ現象じゃった。彼女は管理者コマンドを駆使して己のフラクトライトを詳細に検査し、その結果に戦慄した。なんと記憶を保持するための領域の容量がいつの間にか限界に達しておったのじゃ。当時、つまり今より200年前のことじゃ。氷協会のシスター見習いとしてセントラルカセドラルの仮想で神聖術を学ぶ年の頃10ばかりの女子がおった。アドミニストレーターはその女子をカセドラル最上階の居室に連れてこさせると、慈愛に満ちた聖母の微笑みで迎えた。奴は言った。あなたはこれから私の子供となるのですよ。世界を導く神の御子に。アドミニストレーターはその女子のフラクトライトに己がフラクトライトの思考領域と重要な記憶を上書き複写しようと考えたのじゃ。じゃが失敗した。失敗？そうとも。なぜなら女子に乗り移り、それまでの自分を処分するその一瞬だけ同等の権限を持つ神が二人存在してしまうことになるからじゃ。教えてくれカーディナル、あんたは一体何者なんだ？まだわからぬか。クイネラが己の魂に刻み込んでしまった基本行動原理は一つではなかったのじゃ。メインプロセスに与えられた命令、世界を維持せよ。そしてサブプロセスに与えられた命令、メインプロセスの過ちを正せ。サブプロセス、過ちを正す。つまりクイネラは魂のコピーを行うために別の少女のフラクトライトに自分の人格を上書きした。あんたはその少女に人格が上書きされた際に肉体を獲得したもう一人のクイネラ、正しくはクイネラがカーディナルプログラムを取り込んだ時から存在していたサブプロセス、そういうことだな。いかにも。わしは奴の魂の複製儀式の際に新たな肉体を得てしまったサブプロセス。わしらは互いに見つめ合い、直後圧倒的な敵意を意識した。それはどうしても目の前の存在を許すわけにはいかないという本能に近い情動であった。そしてその瞬間にわしとアドミニストレーターの戦いが始まったのじゃ。初めて対峙した時、我らは神聖術によるほとんど互角な戦いを行い、死闘を繰り広げた。じゃが奴は最後の最後で戦っていた空間を丸ごとシステムコマンド禁止アドレスに指定しおったのじゃ。その結果わしは奴に敗北したというわけじゃ。そしてわしは敗走して大図書室に逃げ込み、術式で扉を破壊しカセドラルからこの空間を切り離した。あんたはアドミニストレーターに敗れこの大図書室に逃れた後ずっとここにいたのか？うむ。そしてわしはここで200年にわたってお主のような協力者を待ち続けてきたというわけじゃ。アドミニストレーターはわしが動くより先に奇襲を警戒し、それに対抗する手を打った。職務の大部分を代行させ、同時に最強の守護者となりうる忠実にして強力な手駒を揃えたのじゃ。それこそが聖号騎士であり、彼らの誕生によってわしの奇襲が成功する確率は限りなく低下した。それにわしは一人、対して奴は聖号騎士を有する巨大組織のトップじゃ。だから協力者を求めたのか？うむ。とはいえ協力者は禁忌目録を破ることができ、さらには戦闘能力及び高度な神聖術を扱える必要がある。わしは条件に合致した人物を見つけるために鳥や虫を使いまとし、そんな中わしの耳にわしはオブジェクトを破壊した若造二人を見つけ、使い魔の一人に、名前はシャーロットじゃ。ルーリットの村を出たその時から。あ、じゃあ
たまに髪の毛をツンツン引っ張られるような感覚があったのは、もしかして